平成13年9月8日、米国サンフランシスコ市において日米安全保障条約50周年記念式典が行われました。平成13年は戦後日本が国際社会に復帰することになった対日講和条約と旧日米安保条約の署名がなされてちょうど50年目にあたります。中谷防衛庁長官は式典に先立ってウォルフウィッツ米国防副長官と会談、日米間の戦略対話を促進する旨の意見の一致を見ました。日米両国は50年もの長きにわたり日米安保体制のもと緊密な関係を維持してきました。そのことが我が国の安全の確保、我が国周辺地域における平和と安定の確保、より安定した安全保障環境の構築において重要な役割を果たしてきたことは言うまでもありません。防衛庁自衛隊にとって平成13年は日米安保体制の歴史に新たな1ページを刻む、まさに節目となる年でした。しかし記念式典からわずか3日後の9月11日、米国同時多発テロ事件発生。この新たな脅威に対して日本は何をなすべきか、防衛庁自衛隊が果たすべき役割とは何かという問いが国民全体に投げかけられました。さらにこの年、愛媛丸事故、新たな不審船事件などが相次いで発生。このような歴史的意味を持つ年になった平成13年、防衛庁自衛隊はどのような活動を行ってきたのでしょうか。この作品は防衛庁自衛隊における平成13年の主な活動内容を7つのトピックスにまとめ、各トピックスごとに独立性を持たせたオムニバス形式となっています。収録内容はご覧のようになっています。米国同時多発テロ事件への日本の対応、愛媛丸沈没事故引き上げ協力、国際平和協力業務等の活動と法整備の動向、海上警備行動に関わる組織、装備、法整備の状況、組織の改変など、安全の確保、規律の維持への取り組み、平成13年のその他の活動、平成13年9月11日、米国同時多発テロ事件発生。翌12日、ブッシュ米国大統領はこのテロを戦争行為であるとしてテロ組織根絶へ向けた戦いを宣言。9月19日、政府は今回の同時多発テロに対する我が国の基本方針と米国への支援策など当面の措置を発表しました。10月6日、政府の決定により PKO 法に基づく人道的な国際救援活動として救援物資を搭載したアフガニスタン難民救援空輸隊の C-130H 輸送機6機が航空自衛隊小牧基地を出発。米英軍によるアフガニスタンテロ組織への空爆が開始される中、隣国パキスタンのイスラマバードに
約3000人分のテント、毛布などを空輸しました。10月7日、米英両国はテロ組織根絶のための軍事行動として、ウサマ・ビンラーディン率いるテロ組織アルカイダと、これをかくまうアフガニスタンのタリバンに対する空爆を開始。これを受けて日本政府は緊急テロ対策本部を設置し、国内の警備などを強化。防衛庁も防衛庁テロ対策本部を設置し、三自衛隊の警備体制や防衛情報収集体制の強化などを決めました。10月29日、テロ対策特別措置法、自衛隊法の一部改正、海上保安庁法の一部改正の、いわゆるテロ対策関連3法が参議院本会議で可決・成立。11月8日、政府の安全保障会議で海上自衛隊の艦艇3隻をインド洋に派遣することを正式に決定。翌9日、護衛艦クラマ、霧雨、補給艦浜名が長崎県佐世保基地を出港しました。3隻はインド洋に到着後、航路の安全確認や港湾状況の調査などの業務に当たりました。11月16日にはテロ対策特別措置法に基づく対応措置に関する基本計画が閣議決定されました。ここでは自衛隊の派遣部隊の規模や活動範囲、米軍等に対する具体的な支援の内容、被災民救援のための具体的な活動内容などが明記されています。11月20日、中谷防衛庁長官はこの基本計画に基づき、自衛隊の活動区域などを定める実施要項を決定。小泉総理の承認を受け、直ちに海上自衛隊、航空自衛隊に派遣命令を出しました。これを受けて政府では11月22日、自衛隊派遣承認案を国会に提出、11月30日承認されました。11月25日、神奈川県横須賀基地より掃海母艦ウラが、長崎県佐世保基地より護衛艦沢切、広島県呉基地より補給艦十和田が相次いで出港。日本近海で支援艦隊を編成してインド洋に向かいました。補給艦十和田は情報収集活動のため先に出港した護衛艦クラマ、霧雨、補給艦浜名と合流。12月21日以降、米軍艦艇に対して補給活動を行いました。護衛艦沢切と掃海母艦浦賀は国連難民高等弁務官事務所の要請に基づき、被災民救援のための援助物資を輸送、パキスタン・カラチ港までの輸送を実施しました。2月9日、米国ハワイ・オアフ島近くの海上で悲劇的な事故が起こりました。宇和島水産高校漁業実習船愛媛丸と海面に浮上してきた米原子力潜水艦グリーンビルが衝突。その結果、愛媛丸は沈没し、乗員35人のうち9人が行方不明となったのです。米国海軍による捜索・船体引き上げ作業は困難を極め、防衛庁自衛隊は米国海軍と協力して行方不明者を捜索するため、海上自衛隊の部隊を派遣することにしました。8月10日、潜水艦救難艦ちはやと潜水員約30人を含む乗員約130人が呉を出港。8月20日、パールハーバーに到着。
船体を水深約30メートルの場所へ移動し、米国海軍潜水員が船内を捜索。その際、海上自衛隊側がテレビモニターを通じアドバイスを行いました。11月8日、米海軍の船内捜索が終了。これを引き継ぎ、海上自衛隊潜水員が最終チェックのため潜水作業を開始。16日に船内捜索のための全ての作業を終了しました。防衛庁自衛隊は、世界各地で行われている国連平和維持活動や国際緊急援助活動にも積極的に参加し、その実績の積み重ねによって高い評価を得ています。1月26日、ゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊アンドフに参加する第11次ゴラン高原派遣輸送隊第1波が現地に向けて出発。半年後の7月には第12次隊が任務を引き継ぎました。アンドフの後方支援を担って今年で6年目、派遣人員は延べ500人余りにも上り、中東平和に大きく貢献しています。平成14年春に予定されている東ティモール独立後の新たな PKO への派遣に向けた準備活動も着々と進めています。11月6日、中谷長官は東ティモールにおける国際平和協力業務の実施に関わる準備について各幕僚長等に指示しました。派遣されるのは北海道に駐屯する北部方面隊の約700人。現地ではパキスタン、バングラデシュ両国部隊の活動を引き継ぎ、インドネシア国境に近い西部地域等で道路や橋の維持、補修等の後方支援任務を行う予定です。さらに国連からの要請を受けて、国連 PKO 事務局に自衛官など防衛庁職員を派遣できるようにするための法整備も行われました。11月21日、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正が国会で可決・成立。これによって自衛官を国連 PKO に派遣し、世界各地で展開される PKO についての方針の策定、活動基準の設定などを行うことが可能になりました。防衛庁は平成14年夏にも自衛官を派遣することを決め、 PKO により積極的に参加する体制づくりを進めています。また12月7日には国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正が成立。国連平和維持隊 PKF 本隊業務の凍結解除、派遣自衛官の武器使用の基準緩和がなされることになりました。武器使用の範囲については、これまで防護対象は事故や同僚に限られていましたが、自衛隊宿営地を訪れた国際機関の職員や自衛隊員と共にいる被災民など、事故の管理下に入った者も武器を使って守ることができるようになりました。これらの法整備によって、自衛隊の国際貢献に関する活動領域がさらに広がることが期待されています。平成11年に発生した能登半島沖の不審船事案では、自衛隊創設以来初めての海上警備行動が発令されました。この時の教訓反省を踏まえて、
不審船や武装工作員などによる不法行為を確実に防止・鎮圧する海上警備行動に関わる組織・装備の見直しや法整備が進められてきました。まず海上保安庁との情報交換や共同訓練などを継続的に行い、連携の強化を図っています。装備面では航続能力と不審船対処能力を向上させた新型ミサイル艇を新たに装備することを決定。速力44ノットの高速船で追跡能力をアップ。小型武装船舶に対して有効に対処するため、これまでの20ミリ機関砲より射程の長い76ミリ砲を搭載しました。また10月29日に成立した自衛隊法の一部改正では、不審船が停船を拒み抵抗や逃走しようとする場合、船体射撃を認めるとする法整備も行われました。そんな折、12月22日九州南西海域でまたも国籍不明の不審船が出現。海上保安庁の巡視船に向け発砲。巡視船も正当防衛のための射撃を行い、不審船は沈没しました。防衛庁では今後も起こりうるこのような事態に有効に対処するため、現行の法整備の下で最善の体制準備を整えています。防衛庁では防衛計画の大綱に基づき、防衛力の合理化、効率化、コンパクト化に努めています。3月27日、9個師団、6個旅団への移行の一環として第12師団が旅団化され、定員は約7000人から4000人に縮小。戦車大隊を廃止し、ヘリコプター隊を新編して空中機動力を大きく向上させました。航空自衛隊においては第3航空団第3飛行隊が F1 から最新鋭の F2 に機種更新され、我が国初の F2 部隊が誕生しました。 F2 は耐用年数を経過しつつある F1 支援戦闘機の後継機として、また将来を見据えた航空機技術水準の動向に対応する最新鋭機として日米で共同開発されたものです。平成13年度は平成13年度から17年度を対象とした中期防衛力整備計画の初年度にあたります。この計画では情報通信技術 IT 革命への対応、ゲリラや特殊部隊による攻撃、核・生物・化学兵器すなわち NBC による攻撃等各種の攻撃形態への対処能力の向上、災害派遣能力の充実・強化、防衛力を支える人的基盤の維持・拡充などに特に重点を置いて防衛力の整備を図ります。また防衛基盤の拡大を図るため予備自衛官補制度を導入しました。予備自衛官補制度は自衛官未経験者から公募で採用し、定められた教育訓練を修了すると予備自衛官に任用する制度で、平成13年度から募集を行い、14年度から採用・教育訓練を始める予定です。防衛庁では隊員の服務規律については常に注意を喚起し取り組んでまいりました。しかし一部隊員による不祥事、あってはならない事故が起こってしまったことも事実です。6月25日島松射撃場において航空自衛隊 F4EJ 海型機が空対地射爆撃訓練を実施していたところ、搭載している20ミリ機関砲から訓練弾が突然発射され、その一部が民間施設等に被害を与えました。これに対し防衛庁では徹底した調査を実施。誤射の原因については、配線の短絡によりロケット用の配線の電流が現在使用されていない機関砲の配線に流れたためと調査結果をまとめました。9月7日白川布引山演習場において陸上自衛隊の射撃訓練時、155ミリ榴弾砲 FH70 の砲弾一発が誤って演習場外に着弾するという事故が発生。調査の結果、砲弾の射距離の調整に必要な装薬量の確認が不十分であったことが判明しました。また今年は陸海自衛官による覚醒剤使用、大麻所持などの薬物犯罪が発覚。
事態を重く見た中谷防衛庁長官は各幕僚長等に対し薬物犯罪防止のための綱紀粛正を指示しました。このような事故・不祥事に対し各自衛隊は安全の確保・規律の維持に万全を期すことの重要性を深く認識し、速やかに再発防止策の徹底を図るとともに、これまで以上の綱紀粛正に努めて国民の信頼を高め、その期待に応えるよう全力を挙げて取り組んでいます。平成13年の防衛庁自衛隊の主な活動としてはご覧のようなトピックスが挙げられます。ここではこれら以外のさまざまな活動をダイジェストでご紹介しましょう。自衛隊は災害発生時に被害者の救助、人員や物資の輸送などさまざまな災害派遣活動を行っています。このため日頃から災害派遣に備え、地方自治体が実施する防災訓練に積極的に参加し、関連機関との連携を密接にしています。国際社会の安全保障問題などを話し合う多国間フォーラムなどの参加・開催も積極的に行っています。また国民との交流を深めるさまざまなイベントを主催あるいは協力しています。平成13年は日本の安全保障と防衛庁自衛隊にとって大きな転換点となりました。今世界ではテロに象徴される新たな脅威への対応が模索されています。そのような国際情勢の中で防衛庁自衛隊は我が国の防衛のため、国際平和への貢献のために今後もたゆまぬ努力を続けていきます。